脳循環代謝の基礎についてお話しします。脳血流量の正常値は全脳において脳組織 100g あたり1分間に40から 50ml です。開白質は1分間に 80ml と1分間に 20ml の白質に比べ4倍ぐらい高いと言われています。脳血流は脳を維持するためのグルコースを必要量の 5から10倍、さらに酸素を必要量の2から2.5倍運んでいると言われています。健常成人の安静時の脳武道搭載車両は脳組織 1g あたり1分間に0.2から0.3マイクロモルと言われています。武道搭載車両を脳組織1ムあたり1分間に0.25マイクロモルとし、成人の脳重量を1 4 0 0ムとします。 すると脳は、1日あたり 91g のブドウ糖を消費していることになります。ティースプーンで23倍の砂糖、または23個の角砂糖を消費していることになります。一方で、健常成人の安静時の全脳酸素体謝量は、脳組織 100g あたり、1分間に3.3から 4.2ml です。モルに換算すると、1.5から1 9マイクロモルです。 このことから、一日あたり、脳は、酸素で68から86リットル、消費していることになります。空気としては、酸素濃度が21%とすると324から410リットル消費しています。体全体では、脳の重さは2%に過ぎません。しかし、血流量は、体全体の16%、酸素代謝量は、 体全体の20%、武道等代謝量は体全体の25%を脳は占めることになります。脳血流に影響する因子としては以下のようなものが挙げられます。まず、血圧です。平均動脈血圧が60から 150mm 水銀中の間では血管系を自動的に調節することにより脳血流量は一定に保たれます。 この範囲以下では、脳血流は低下、以上では増加します。頭蓋内圧が更新すれば、脳の管理圧は低下し、自動調節脳の範囲を下回る可能性があります。動脈血中の二酸化炭素分圧は、脳血流量に大きく影響します。二酸化炭素分圧、1mm、水銀中の変化で、約4%脳血流量は変化します。 二酸化炭素分圧と脳血流量は性の相関を示します血液年長度も脳血流量に影響します新生多血症では年長度が上がり脳血流量は低下します逆に重度の貧血では脳血流量は増加します感覚刺激や課題負荷などによる神経活動も局所の脳血流量を増加させますこの場合 全脳の血流量は大きな変化は示しません。活動している脳部位に血流量を増やし、その他の部位は低下させることによる脳血流量の再分配が行われます。また、年を取ると脳血流量は特に前頭葉やシルビウス列周囲皮質を中心に低下します。自動調節脳について少し詳しく説明します。 平均動脈血圧が60 150mm から150、mm、水銀中の間では脳血流量は一定に保たれると説明しましたこの自動調節脳が保たれる範囲は慢性高血圧では右側に移動していますこのような状態では調節脳が保たれる加減の血圧が上昇していますので急激な高圧は脳血流量の低下を招く恐れがあり注意が必要です また、急性期の脳卒中などで自動調節脳が破綻した状態では脳管流圧の上昇に伴い血流が増加します。視覚刺激による脳血流の変化です。平眼では海眼に比べ視覚入力の低下により高頭洋の血流が広範囲に低下します。聴覚刺激による脳血流の変化です。話を聞くと 特に左側頭葉の聴覚野の血流が増加していることがわかります正常の加齢による脳血流の変化です若年者と高齢者を比較すると前頭葉特に前部体上階とシルビウス列周囲皮質に血流が高齢者で低下していることがわかります右側の統計解析でこの低下の範囲がよくわかります全脳血流量も加齢とともに 軽度の低下が見られます。過励による血流低下は小脳よりも大脳で目立ちます。小児では成人よりも高い脳血流及び代謝を示します。学童期に最も高く成人よりも60%程度高い血流を示します。新生児から乳児では脳の発達による脳血流変化が見られます。生後間もなくは中心高周囲皮質 視床、脳幹、及び小脳中部で高い血流が見られます。その後、後頭葉、頭頂葉、側頭葉及び小脳半球の血流が増加していきます。6ヶ月頃より前頭葉の血流が増加し始め、2歳頃まで続きます。小児では小脳の血流が大脳に比べて低く見えます。加齢に伴い小脳血流は 相対的に高くなっていきます。逆に大脳の血流は加齢に伴い相対的に低くなっていきます。このことからも正常データベースは年齢ごとに必要だということになります。脳血流スペクトの正常像について説明します。左右はほぼ対称です。開白質は白質よりも高い血流を示します。スペクトの分解脳からは 白質と脳質を区別することはできません。目を閉じた状態では、高等葉の血流が低下します。MRI と脳血流スペクトを小脳レベルから順番に見て、いきます。小脳半球では、皮質が髄質より高い血流を示します。強レベルです。強の複足は、白質が多く、肺足よりも低い血流を示します。中脳レベルです。 中脳においても開白質と白質の混在から不均等な血流分布を示します。規定核レベルです。大脳皮質と同程度に比較、微状核及び支障の血流が高いことがわかります。また、規定核でも白質成分の多い炭素球は血流が低いこともわかります。側脳質タイプレベルです。白質の血流は低く、脳質と 区別することはできないことが分かります。反乱円中心レベルです。白質の血流が低いことが分かります。次に、脳頭体謝ペットの正常像についてお話しします。左右ほぼ対象の代謝を示します。開白質は、白質よりも高い代謝を示します。若年者での小脳は、大脳よりも、相対的に低い代謝を示します。 MRI と脳等代謝ペットを小脳レベルから順番に見ていきます。ペットはスペクトよりも空間分解能が高い画像が得られるため、より詳しい代謝分布を評価できます。小脳史上核は高い代謝を示します。今日レベルです。今日側は白質が多く、背側は神経核が多いことから、 強肺側で高い代謝が見られます中脳レベルです大脳客は白質のため低い代謝を示します赤角の代謝が高いことがわかります規定核の下位レベルです比較に比べて単層球の代謝が低いことがわかります規定核レベルです比較と飛ぶ皮質の代謝を区別して評価できます 氾濫円中心レベルです。白質の代謝が低いことがわかります。脳血流スペクトの適用をまとめてみます。脳血管障害における脳血流障害の検出及び脳循環予備脳の評価、軽動脈内膜剥離術や軽動脈ステント、術後の過管流症候群の検出、認知症における早期診断と鑑別診断の補助、 転換外科治療のための焦点検出、脳炎の早期診断などが挙げられます。急性期のヘルペス脳炎において、左側頭葉内側部に血流増加が見られることがわかります。硬膜上血腫術後に、右側反応を停止した症例です。左後頭葉に広範囲の血流低下が見られます。健常高齢者と、 アルツハイマー型認知症症例です。アルツハイマー型認知症では、量足、頭頂足等用に、血流低下が見られています。大鬱病の、病巣期と寛解期です。病巣期には、左大脳半球皮質に、軽度の微慢性の血流低下が見られています。大脳平均血流量は、脳組織 100g あたり毎分 35.5ml と低下しています。 寛解期に大脳平均血流量は 39.7ml まで増加しており、左大脳半球皮質の血流も改善しています。最後に統合失調症の症例を2例示します。左側が慢性期の症例、右側が現状の見られる急性期症例です。慢性期症例では前頭葉血流の低下が見られます。急性期症例で 現状に関連すると思われる、左側頭用での血流増加が見られます。以上、脳循環代謝の基礎についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。